どうも皆さんこんにちは、ツンツンです。ついにですね、セレクションボックス発売されましたね。これはまあ駆け出しのデュエリストにおすすめのカードが満載っていう風に書いてるんですけれども、まあ、確かにその通りで、サイロックカードっていうのがかなり優秀なカードがいっぱい揃ってます。で、どうやらこれセール期間中のみの販売らしいんで、1月22日の2時までっていう風にね、ここ見たら書いてましたので、ここ1月22日の2時ですねまでで、出現はセール期間中のみとなりますって書いてるのでご注意ください。で、いくつか新規カード入ってるんですけど、こう新規カードは先行収録となりますっていう風に書いてます。つまり今後追加されるボックスやストラクチャーデッキなどでも収録されるご予定となってますので、だからね、新しいカードを使うかどうかわかんないけど、とりあえず引いときたいみたいな感じの人は完全にスルーでいいと思います。ただ過去のボックスに収録されていた最終6カードを引きたいみたいな人はこれお得なんじゃないかなと思います。じゃあ早速ね、中身見ていきたいなと思います。で、まず最終6カードからなんですけれども、ちょっと見ていこうかなと思います。重いな出た。まずいいなっていうのはこのあたり、こっからですね、 UR で言ったら最終6カード、ソニバとかクリボールとか千住とか銀幕とかね、こういうあたり、まあ盗賊の夏道具とかはあんま別に使う機会最近はないかなと思うんですけど、割と使いやすいカードが多く入ってます。で、あと一応ね、忍者デッキ作るんだったら今はまだ変化が結構強いんで、こういうのも入ってますね。ゴズキとかで、これでまあ、アンデアイズが一気に増えるんじゃないかなと思うんですけどね。普通にアンデアイズ強いと思うんですけど、まあ、今回のセレクションボックスでみんな組みやすくなって、まあね、あの無課金、美課金の人、あと最近始めた人との差がちょっと縮まったんじゃないかな、ハイ課金の人とはっていう。まあ、銀幕とかがあるのがすごくいいかなと思います。まあ、防御手段としては今でもかなり有能なので、いいんじゃないかなと思います。で、SR の方見てみますと、やっぱこれ軍曹ですかね。軍曹がやっぱ持ってない人、あのパックって軍曹以外、まあ、いいカードってリジョンとかリンゴとかはまあありますけど、まあ言うてそこまでじゃないですか。そんな状況で軍曹が今ここに入ってるから、まあ軍曹を引きたい人は絶対これ持ってない人は引いた方がいいんじゃないかなと思いますね。リンクスでは軍曹って割と使いやすいんで、あとちょっとつ、まあドームデステに引く人も多いと思うから、まあこれは一応このパックから手に入るよぐらいの感じでご紹介しますけど、これも今の環境強いと思います。あとサスケね、横に向かした後に問答無用で破壊できるサスケとかもいいんじゃないかなっていう感じですかね。ちなみに魔力掌握はいらないんで微妙かなと。だからそうだな、まあこのあたり下の方は手に入るでしょう。でもまあ分身の術とかもあるから、忍者組むんだったら赤龍黒龍もいるからね、まあ、普通にこのパック引いとけばいいんじゃないかな感はありますけど、まあ、どの基準にじゃあパックをリセットするのかっていうと、個人的には、まあ、UR は儀式関係が今後、まあね、強いの絶対出てくると思うので、ソニバ、クリボール、千住あたりは持っときたいでしょ。あと銀幕でクロスソウルも、まあうん、あるんだったら欲しいかなっていう。あと天罰は、まあ、2はあった方がいいんじゃないかな感はありますね。これとこれは、まあ、揃えばいいかな途中でぐらいの感じでいいと思います。まあ、1枚2枚あったらいいんじゃないかなっていう。これは別に個人的にはそんなに、サイキック族だからこれも一緒に揃えばいいかなっていう。で、ゴズキに関してはまあ持っといて、これもまあクリボールと同じぐらい持っといた方がいいんじゃないかな。アンデッド族作るんだったら必須、今のカードプールだったら必須のカードかなと。で、変化ハムストラットはまあまああればって感じかな場持ちもいいし、アドバンスもいいし、変化は、忍者作るつもりなんだったら今の環境は3枚欲しいからっていう感じですかね。 SR は自然に集まるでしょ感はあるんですけど、まあ軍曹でしょ、最終力のカード言うと。あとまあアンデアイズ、ちょっとつ、まあサスケ、このあたりですかね。あとの UR は別に揃ってなくてもリセットしてもいいと思います。で、せっかくなんでね、新規で追加された、まあ今後追加されるであろうカードの、先行のねで収録されたものをいくつか紹介していきたいなと思います。まず鎖付きブーメランこれは効果2つあるっていうところがまあまずいいですね。
で、それを任意で使える装備魔法っていうのが、さあ装備トラップっていうのがいいかなと思ってて、一つが、相手モンスターの攻撃宣言時。これ攻撃宣言時しか使えないんで注意してくださいね。攻撃宣言時にそのモンスター一体を、対象として発動できると。そのモンスター守備表示にするっていう。で、もう一つ、表側表示のモンスター一体を対象として発動できる。で、これは攻撃力500ポイントアップの装備カードとなって、自分のモンスターに装備するっていう。まあ、この2つの効果あります。で、この後者の効果はいつでも使えるんですよね。で、特に、まあ、ウィキ見たんですけど、ダメージステップでもどうやらこの使えるようで、ただダメージステップで、使えるのはこの500アップだけで、攻撃宣言時に横向きにするっていう効果使えないんで、ご注意ください。で、じゃあこれがどういう時に活躍するかなっていうと、まあ、個人的に思うのは、やっぱ対人戦ですかね。対人戦で、このカードだけを伏せた状態で、まあ、ラグがあるとき、ダメージステップでラグがあるっていう風に判断される方ね。まあ、砂時計とかあんま見ずに、このラグだけで判断する人と対戦する場合は、ダメージステップでラグがあるってことは、これ横向きにするカードじゃないなっていう風に思うじゃないですか。だから、それ前提で結構立ち回ってくれるんですよね。なので、エネコンを使って、で自分のモンスターリリースって俺のモンスターパクるみたいな攻めのような感じで使ってくることもあると思うんで、その時にこの鎖付きブーメランがあると横向きにくるってねしてね、うまくかわすことができるんじゃないかなというふうに思います。ただまあ上級者との対戦向けかなとはには結構いいカードかなと思いますけど、枠を割いてまで入れるかっていうと、まあそこまでのカードかなと思います。まあデッキによっては1枚2枚とか入ってもいいかなと思いますけど、例えば剣闘とかね、聖なる守護型の剣闘とかで、まあ、横向きにするカードプラス、やっぱ剣闘ってね500ポイントアップってなると、例えばラクエルだったら2300とか、ディカエリだったら2100とかまで上がるから、割とね、あの下級同士の戦いで剣闘って自利品に打点の面でなることがありますけれども、その時に返り討ちにできるっていう面ではいいんじゃないかなと思います。あとエンテテスタロス、こいつは普通に強いと思います。これは何かっていうと、アドバンス召喚に成功した時に相手の手札ランダムに1枚捨てるっていうのと、捨てたモンスターカードがモンスターカードだった場合、そのモンスターのレベルの数かける100のダメージを相手に与えるっていうね。ただこの後者の相手の、カードがモンスターカードだった場合っていうのはもうおまけで考えてもらった方がいいかなっていう。それよりも相手の手札1枚ハンデスできるっていうのがそもそも強いかなっていう。ただまあ墓地に送りたいカード、例えば暗黒界とか、アンデアイズのインサイトなくて手札にあるアンデアイズどうしても墓地に落としたいんだよねってなってる時とかだったら、ちょっと相手にアドバンテージ与えてしまうこともあるのが考えどころかなっていうところはありますけれども、ただ相手からしたら送られたくないカードも手札にそれはあるはずなんで、まあこのハンデス効果自体は強いかなっていう。で、自分が使おうと思ってるのは、まあ今もうカエル亭のデッキにこれ入れてるんですけど、まずこのテスタロスを使うじゃないですか。初ターンとか2ターン目とかに。まあ初ターンなかなか使えないから2ターン目とかかな。に使うと相手の手札をハンデスしていいカード落としたらするじゃないですか。じゃあ相手からしたら、あ、このデッキにテスタロス入ってるんだってなったらね。あ、じゃあ大事なカードはとりあえずハンデスされたくないから伏せとこうみたいな考えになるじゃないですか。で、その伏せてもらった後にテトランとか砲とかにつなげていくと一気にアドバンテージ稼げるかなと思います。だからこのテスタロス、使いどころによってはめっちゃ刺さるんで普通にいいと思います。アングマールとかだったら、まあアングマールも一緒ね、このミカド関係のカードなんですけど、アングマールだったら墓地に魔法カードないと意味ないじゃないですか。でもこのテスタロスに関しては墓地に魔法とかっていうのは関係なく、状況に関係なく使いやすいんで、いいカードなんじゃないかなと思います。で、あと暗黒界の取引、暗黒界の取引は普通に使うとディスアドバンテージなんですよ。で、なんでかっていうと、自分がまずこのカード1枚捨てると、で、まあ捨てるっていうか使うと、で、お互いにワンドローでしょ。もうこれだけで1枚自分は損してるんですよ、手札で。その後にお互いに1枚選んで捨てるっていう効果なんですけど、まあ暗黒界デッキに入れるのはかなり普通にいいと思います。で、他にはまあいいかなって思うのは、暗黒界以外だったら、例えば墓地に捨てることによって効果発揮するモンスター、例えば有名なところで言うとタスケルトン、 AD チェンジャー、ダッシュガイ、まああのあたりとかで、他にはまあゴズキ、ペーテン、
蘇る子供ドラゴン、まあ、このあたりはいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、個人的にはまあこれね、まあ結局使ってランクまでは普通に勝ったんですけど、ルームでは全然勝てなかったからボツにしたんですが、このペーテンね、こいつはまあデッキからでもいいし手札からでもいいし墓地からでもどこでもいいんですけど、墓地に送られた時にその後になんかアドバンス召喚とかなんか効果挟んじゃったらタイミング逃しちゃうというちょっと難しいカードなんですけど、こいつ暗黒界の取引とかの効果で墓地に送られたらデッキから、ペーテンを特殊召喚できるんですよ。だからそこからアドバンスとかにつなげていけるからいいかなというふうに思います。じゃあそういうデッキに暗黒界の取引を入れるとちょっとおしゃれかなというふうに思いますね。だから子供とかゴズキとかもいいですよね。で次、ダークホルスドラゴン、ね、今回 UR がこの4枚なんですけど、この4枚普通にどれも、まあ、鎖付きブーメランちょっと3枚いらんかなんかもありますけどね。でダークホルスもちょっと出し、まあ、星8で3000の1800でしょみたいな、まあ、このカード以外でも、まあ、出したいカードあるかな感はあるんですけど、まあ、普通に効果はいいと思います。で星8のモンスターなんで基本特殊召喚はしないんですよね。やっぱり2枚のモンスターをリリースして2体のモンスターリリースしてこいつ出すのは結構コストとしては重いから、なんとか特殊召喚したい。でそうなった時に闇属性ドラゴン属って割と特殊召喚方法はあるんですよ。で例えば闇属性だから一回除外した後に、闇次元の解放とかね、そういうのを使っていったりとかすると、いい、まあ、ループができるかな、出しやすいかなっていうふうに思います。例えばですけど、そうだな、まあ暗黒界に取引それこそ入れるのもいいし、天罰とかで相手の効果一回消してそのタイミングでダークホルスドラゴン捨てたりとか、魔導雑貨商人とかで、ダークホルスドラゴン落とした後に狩猟の巣を使って、一回こいつ除外ゾーン行くじゃないですか。で、その後に闇次元の解放で持ってきたりとか、そういうのですかね。っていうのが闇属性の、まあ、特殊召喚方法と。ちょっとまあ、難しいところは出てくるかな。で、そうなると、まあ、もう一個効果があって、それが強いのが、もう一個というか一個だけだけど、相手のメインフェーズ時に魔法カードが発動した場合、自分の墓地のレベル4の闇属性モンスター1体を、特殊召喚できるんですよ。これ強いっすね、効果自体が。で、相手単中なので、例えば相手が魔法カードを使っても、それで無条件で効果発動できるんですが、コズミックサイクロンとかね、使えば、そのタイミングでこっちが使ってもいいわけですから、魔法カードであれば。で、それで、条件満たせるかなというふうに思います。まあそういう意味ではこのダークホルスドラゴンは使い方次第ではすごい強い、動きをします。で闇属性のレベル4だとすると、例えばさっきのでいくと狩猟の巣とかでいくとトランスデーモンとかジエンドスピリッツがいいんじゃないかなというふうに思います。あとはまあこれなかなか採用機会ないと思いますけど、ゴブリンゾンビとかだったらまあ一回フィールドに来ればそこから墓地に行けばね、サーチできるんで、まあそもそもそれでアドは取れるかなっていう、ところですかね、闇属性だと。で、ドラゴン族だったらやっぱ子供ドラゴンとか、まあそういうところになってくるかなと思います。で、ドラゴン族の闇属性レベル4っていうと、アポカリプスとかレアメタルドラゴンとかあのあたりですかね。まあそのあたりが結構強いんじゃないかなと思います。で、ちょっと見てみましょうか、どんなカードがあるのか。闇属性のレベル4のドラゴン族。まあ、ドラゴン族デッキにも普通に入る、入れてもいいカードなんじゃないかなと思うんですけど、例えばこいつですかね。一旦に一度手札1枚捨てて、自分の墓地のドラゴン族モンスターを手札に加える。で、この時に子供ドラゴンをポンと捨てて、墓地の上級をね、上級のドラゴン族回収したりとかすると、まあ、そのまま、多分子供ドラゴンの効果、墓地に送られた効果で出せるんじゃないですかね、多分。こいつの効果の処理の後に子供ドラゴンの効果が入るはずだから、それもできるんじゃないかなというふうに思います。あとこいつとか、通常召喚できないんで、こいつを何らかの方法で墓地に落とした後に、あいつで、ダークホルスドラゴンで取ってきたりとか、まあそういう感じの方法になるんじゃないかなと思います。で、あとこいつ強化蘇生とかでも復活できるのはいいですね。レベル4なんで。まあそういう風な使い方が、できます。ダークホルスドラゴンに関しては。ただ、ちょっとね、コンボが多いんで、
なかなか難しいところはあるかなと思いますけれども、使い方のご紹介としてはそんな感じかなと。で、次は魂の解放。これ別に、いらんっすね。あ、ちなみに、新規勢とかの方は、この4枚のカードは、とりあえず、こっちよりも、この、最終力のカードが欲しいんであれば、こっち回った方がいいんじゃないですかね。いや、どうだろうな。まあ、まあ、テスタロスはちょっと欲しいっすね。で、暗黒界の取引は、どうせなんか作るんだったら、廃課金しないといけないから、まあ、2枚ぐらいとりあえず持っててもいいかな。テスタロスは結構いいと思います。まあ、今後ただ出てくるから、で、今後引くってこと考えると、やっぱり最終力のカードの方を優先的に取るべきで、そこからリセットした方がいいんじゃないかな。で、新規で出てきた、まずこの魂の解放は、これ基本いらないと思います。これ使い方ってメタカード、相手のデッキが割れてる状態で、例えば墓地活用するようなデッキのメタカードとして、で、対策カードとして使うか、まあ、自分のモンスターをね、墓地のモンスター除外することで闇次元の解放につなげたりとか、ジエンドスピリッツとか、あと、ディノーインフィニティ、攻撃、恐竜族の除外されてる恐竜族の数かける1000、攻撃力アップするね。あいつにつなげていったりとかってところになると思います。で、速攻性が魅力なんですけど、ぶっちゃけ攻撃力アップのためだけに使うんだったら、狩猟の巣とか、強撃とか、ああいうのを使った方がいいと思います。で、相手の墓地をってなると対人戦がメインになると思うんですけど、ランクまではなかなかね、その相手が墓地活用してくるかどうか分かんないから入れづらいかなっていう。だデッキが割れてる時にメタカードとして使うぐらいかなとは思います。だからまあ別にこれは使いどころとしてはちょっと少ないかなっていうところですかね。で、このあたりはちょっと、ロマンデッキになってくるかなと思います。だからまあ、個人的には、この、なんだ、スパイラル、なんちゃら、みたいな。これ、1枚なんか選んで加えるやつを、2枚か3枚か忘れたけど、この前のね、正月のあれでゲットしたんで、まあ、作るのありかなと思うんですけど、いや、多分、まあ、それは自分の役割じゃないかな感はありますね。で、炎帝家臣ベルリネス。こいつ、まあ、は、まあ、ちょっと若干使いづらいんですけど、まあまあ、効果としては強いかなと思います。ただ自分の中では使いづらいっていう評価にはではいるんですけどね。まあ人によっては強いっていうと思います。で、効果2つあって、まあ、まず1つは手札を1枚捨てて発動できると。で、このカードを手札から特殊召喚する。で、このターン、まあ自分はエクストラデッキからモンスター召喚できないって、まあここはいいや。とりあえずね、手札1枚捨てることでこいつ、特殊召喚できるんですよ。で、2の効果はこのカードアドバンス召喚のためにリリースされた場合、相手の手札を確認して、その中の1枚を選んでエンドフェーズ時まで除外するという効果です。だからメインはこの2の効果がよく使うと思うから、アドバンス召喚メインのデッキに入れる、カードかなと思います。ただ、1枚ハンド捨てないといけないから、アドバンス召喚するデッキで、例えばこれって相性が例えばいいのが、こいつなんですよね。テスタロス。さっきのやつの効果でアドバンス召喚した時に、の効果で、まず相手の効果で手札を相手の手札を見るんですよ。で、見た後に、あ、これ墓地に落としたくないなみたいなカードを除外して、その後にこのテスタロスの効果でハンデスするっていう流れができるんで、それはできたら強いかなと思います。まあ、2枚ハンドね、ない状態。しかも、相手のハンド見た、情報アドバンテージがある状態でデュエルできるから、それができれば強いと思います。ただ、カエル邸に入れると、例えばすると、蘇るがハンドにあればいいですけど、それ以外のカードって、基本あんま捨てたくないカードなんですよね。墓地には。で、さらに言うと、カエル邸って、ドローソースあんま豊富じゃないんですよ。デッキタイプ的に。ドローをしづらいっていう特性上、手札を1枚捨てるっていうのがそのまま結構きつい展開になりがち、蘇るじゃない限り。だからこれは3積みとかするもんじゃ変える手にはないんじゃないかなっていうふうには個人的には思ってます。まあ、ちょっと僕の構築っていうだけなんですけどね。だからまあこれは普通にパック引いてる中で集まればいいやレベル感かなっていう SR やし、どうせ次の新しいパック出て引いた時に、まあこいつも当たるやろうみたいな感じで思ってるんで、別にこれは無理に3枚、じゃあ2、揃ってないから、引き切ってないから、ボックスをリセットしないみたいなことはしなくていいかなと思います。
で、あとは、手札1枚除外できるんですけど、これエンドフェーズ時までなんで、また戻ってきちゃうんですよね。だから、まあ、そういう意味では、まあ、手札を見るためだけに、こっちがハンド1枚捨てるんか、みたいなところはあるんで、まあ、それだったらマインドハック入れといた方がいいんじゃないみたいな感じは個人的にはするんですけどね。っていう風な感じで、自分は、まあ、こいつの評価はそんな高くないです。まあ、入れても1枚かな、みたいな感じですかね。ちょっと使いづらいっていうのが自分のあれです。で、あと、エンペラーオーダー。これは、まあ、OCG だったらちょっとコンボあるみたいなんですけど、今のリンクスの環境では、ないかなっていう、あんまり。まあ、モンスターが召喚した時に発動できる、モンスター効果が発動した時。これ、特殊召喚とかだったらダメなんですよね、ウィキ見たんですけど。普通の召喚時なんで、例えば忍者とかの赤竜のアドバンスだったらいいけど、変化の術から赤竜とかは多分使えないはずなんですよ。で、変える、だ要は、それこそ帝ですよね。こういうテスタロスとかっていう強制効果があるんで、召喚した時の。あとは、まあ、いろいろ強制効果があるやつがあると思うんですけど、そいつらが、のデッキに入れとくと、その強制効果一回無効にした後に、じゃあする代わりに自分がワンドローできるみたいなね。でしかもこれ強制発動じゃなくて任意なんで、だから相手のあこの効果は例えばソニバとかね、機械天使でソニバとかで、いやいやサーチされたらめんどいわ、それだったらワンドローの方がいいわみたいな時にこのエンペラーオーダーを使ったりとかっていう風な使用方法になると思います。ただまあ、うん、まあちょっと使いづらいっていうか、まあこの枠はなかなかデッキに入れる枠はないかな現状ではっていう風に思ってます、個人的にはね。今後強くなるかもしれないですけど、今の現段階では別にみたいな。しかも SR だから、別にこれが0枚しか出てなかったとしても、自分だったらボックスはリセットします。で、アングマールとかの帝関係にまあ入れるのは、相性としてはそこはいいんだけど、ただ蘇るを今使用するデッキがほとんどだと思うんですよ。変える点ね。で、蘇るからしたら、このエンペラーオーダーが永続トラップで残り続けるのが非常に相性悪いんで、結局なんか、今の環境だったらデッキ相性悪いかなみたいなのは思いますね。で、ギガントセファロタス、これ植物族でアタッカーって、まあ親コーンとかはちょっといましたけど、こいつ普通にアタッカーとしていいかなと思います。で、自分が使いたいと思ってるのは、まあ、ナチュルパイナポーと合わせたいなっていう。これフィールド上の表側表示の植物モンスターが墓地に送られた時に発動で、このカードの攻撃力200アップなんですよ。で、これ別に破壊じゃなくて墓地に送られたらいいんで、例えばナチュルパイナポーを墓地からこう特殊召喚してくるじゃないですか。で、そのタイミングでエネコンを使って相手のモンスターをナチュルパイナポーをリリースしてスタンバイフェーズに奪うと。それでまずこいつ200アップですよね。で、さらにナチュルパイナポーが戻ってくると。で、ナチュルパイナポーが戻ってくれば場のモンスターは植物族になっちゃうんで、相手のパクったモンスターも植物族と。で、その植物族のモンスターに対してフレグランストームで破壊して、ワンドローとかね、そういうのが、できます。で、どうなんだろうな、その時に表側表示の植物モンスターが墓地に送られた時に発動だから、そのタイミングで相手の墓地に送られた時にはもう植物族じゃないじゃないですか。だからこの200アップが適用されるのかどうかっていうのはちょっと挙動を見てみないと分かんないんですけど、まあ、もしそれが発動されないんだとしても、まあ、ナチュルパイナポーのね、墓地に行く効果で、200とかアップするんで、まあ、相性はいいかなと。フレグランストームとも相性がいいかなと思います。だから、こいつはアタッカーとして植物族に入れやすいカードなんじゃないかなと思います。で、ダブルサイクロン。これは、現段階では、入れるデッキは限られると思います。要は、自分の魔法トラップカード1枚と相手の魔法トラップ1枚を破壊するんですけど、こっちは要はダブルサイクロンと合わせて2枚使うわけじゃないですか。で、相手1枚でしょ。だからこっちが基本は破壊したセットされている魔法トラップが破壊した後になんか効果あるものじゃないと意味ないかな。だからニセトラのデッキとか荒野のオタツマキ入ってるとか、まあそういう風なものじゃないと結構このダブルサイクロンはいらないかなっていうところでは思いますね。それだったらパラツイの方がいいんじゃないっていう。あれだったら別に魔法トラップじゃなくても破壊できるしみたいなね、ところはあります。ただ、優れているのは速攻魔法っていうところですね。その速攻魔法なんで、相手ターン中に
使うことができるっていうのは優れているかなと思います。例えばこっちサクリファイスで相手を、まあ、吸ってる状態で1枚、まあ、サクリにカードついてると。で相手が1伏せしモンスター出して1伏せしてターンエンドしてきた、そのターンエンドのタイミングでダブルサイクロン打ったらその伏せたばっかりのカード使えないじゃないですか。で、しかもサクリの装備剥がれるんでその後サクリで相手を吸えるみたいなことができるから、まあそういう速攻魔法っていう点では優れてるかなと思います、ダブルサイクロンは。ただそれ以外の点ではパラツイの方が優れてるから、まあデッキによっては、まあ、パラツイの方がいいんじゃないみたいなことが多いと思います。であと最後、DDM、まあ、これなんですけど、ステータス1700-1500でっていうのがちょっと微妙なんですよね。でそこで星4かと思わせつつ星5なんですよ。でこれは効果自体は強いです一旦に一度手札の魔法カードを捨ててゲームから除外されているモンスター、自分のモンスター1体を特殊召喚するっていうのが強いです。だからデッキにはよるんだけれども、普通にアドバンス召喚するのはちょっと効率が悪いかなっていう、守らないといけないというところもありますしね。でどういう風にすればいいのかっていうと、やっぱ光属性魔法使い族っていうところのこの、種族とか、属性を活用していきたい。まずトランスターンとか木馬のモンスターチェンジとかでいくと、1個レベルを上げるんだったら光属性魔法使い族のいいカードっつったらライラとかがいい候補になるんじゃないかなと思います。まあそっち経由で出すか、あとはそうだな、まあそっち経由で出すんだったら、まあ自分だったらですけど、ダークフレアドラゴン入れて、まあ墓地の、まあライラで超えるから、墓地の光属性と闇属性のモンスターを除外して、で、みたいな。ダークフレアを特殊召喚して、みたいな。で、トランスターンとかモンスターチェンジ進化で、こいつ出してきて、手札の魔法カード捨てて、で、さっき除外した、いい、まあモンスターね。いればそいつを上級とかをポンって、取ってくるとか、まあそういう風な使い方がいいんじゃないかなっていう風には思います。トランスターンとかモンスターチェンジ軸だったらね。であとはマジシャンズサークル、このパックでも入ってるんですけど、これは要は自分もしくは相手の魔法使い族モンスター攻撃宣言時に使えるんですけど、まあお互いのプレイヤーはそれぞれで自分のデッキから攻撃力2000以下の魔法使い族モンスターを特殊召喚すると。その魔法使い軸のデッキで行くんだったらマジシャンズサークル経由で、DDM を取ってくるといいんじゃないかなと思います、まあ、ただ除外するギミックっていうのを組み込まないといけないから、まあ、今すぐにパッと思いつくものはあんまないですけど、まあそういう風な使い方もできます。まあ強撃とかと組み合わせるのが一番いいんかな。まあそういう風に除外ゾーンを使っていけば DDM の効果も使いやすいという感じになります。じゃあね、今回のパックのレビューは以上になります。まとめると、廃課金の人とかで、この、必要な UR がね、3枚揃ってるっていう人は、まあ、無理に引く必要はないと思います。ただ、まあ、どうしてもこういうテストロスとか、そういう新しいカードが、いち早く使いたいんだみたいな人とかは、引いた方がいいと思うし、あと、新規勢の方、微課金、無課金の方っていうのは、ここで、まあ、課金するのは自分はありやと思います。特に、まあ、銀幕とかっていうのは今後ね、あのパック銀幕と戦場のためだけにあのパック200パック回すんかみたいなところもあるし、クロスソウルのためにとか、うんね、ちょっと辛いところもあるじゃないですか、クリボールとソニバのためにだけにとか。だからそういう意味では、まあ、ここは全然引いておいてもいいんじゃないかなというふうに思います。では、レビュー以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価、ぜひともよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。